マイクティー そうだね。モーサンとカスヤンアイスナウリブストリーミングファイナルファンタジー14オンライン第108回 EP1A 売れか進行2週目行月 6.35 ローグライクひよこ2匹の FF14 PC、うん、よし、オッケー。はい、いらっしゃい。では始めます。コバモモスさんとカズヤンです。本日もよろしくお願いします。横2匹の FF14、PC 版。今日は、レコ2週目ですね。おそらく最初からだと思うんで、まあ今日は多分気楽にできると思います。まあ一応配信としては残しておきます。パートではなくてエピソードから、エピソード1として今日からやっていくんで、4週終わるまでは、残す感じかな。普通に、配信見返して結構楽しめるんで、映画に関しては、まあ、いいっす。残しておく感じでいいと思います。毎回やっぱ違った風景楽しめる。というわけで、キャラは帰ってきてます。もう現地集合でいい。では現地飛びます。レイクナスタッカなんか日曜日に久々に、ドラクエ10オフラインやるっぽいんで、まあ、そちらもよろしくお願いします。時間はちょっとまだ未定ですけど、まあちょっと早め、日曜なんて早めにやるとは思います。いや、あと一週間ぐらいであれですね。ゴールデンウィークやっと入れるんで。まああと一週間頑張りましょう。基本的に2日実家に帰るんで、まあ、それ以外は、基本的には、家にいるとは思います。まあ、ドラケー、やるんであれば曲を進めたいっていうのはありますね。ダウンロードコードが出るんだ。ダウンロードコードが出るっぽいんで、まあ、そんなのちょっとクリアしとかなきゃいけないです。じゃあもうダウンロード、月のやつをもう買ってあるはずなんで、高い方買ってるんで、まあすぐできると思うんですよね、発売して。アンルシアを楽しんでいき。フルボイスですもんね。アンルシア。まあ個人的にアンルシアとか、あとヒストリカとか、まああの辺がボイス付き合ったら面白いですね。ヒストリカ。ヒストリカでもあれかな?メインクエストじゃなかった気がしますね。喋るかちょっと怪しいとこではありますね。
ただまあ重要なクエストなんで、もしかしたらボイス入ってるかもしれないですね。友達にならないといけないですか。さて、バージョン2に関してはあれですね。さて、女性キャラが結構目立つような感じでした。バージョン1とかは男キャラ多いですけど。海外どうですか？ちゃんと出てますかね？海外どうですか？いつの間にいた？ え、準備もできているんで大丈夫。まあ、百層のやつは消した。リセット済みです。
ツインだ。ナイツ。
ん？携帯電話か。よし、OK。本のこれ本の回あ、死んだちょっと待っていやー、即死やねえけんよし、サンキュー。
全然出ねえじゃん、それか。あれ、ちょっと防御強化出てんのか、使うわ。こいつにやられたから離れたからよし、出る。防御取ってくるわ。防御取って。いや、持ちすぎですよ、これ。マジで出ねえ。そのやつ使ってくるんだよ。
よし、どうです。どこだよ、マジか。ヘイル。ウィン、ヘビーゴールド。え、オッケー。ミックスはねえけど、こいつはターンかと思った。
呪い食らう。
いい。スタッフみたい来てる。めっちゃ来てる。いや、センチュリチャンス。
人多いな。マジかい、やべえ。前方前方、ああ死んだ、死んだか、あ生きてる生きてる、やべえ。機内範囲から来たよ。生きてる、奇跡。おお、耐えた。やばいのしかいない。
俺の回のと違うから。こんがらがる。今いる。
カチュウ。あ、ひひ。もう払えたと。よし。どんな買いましたキマイラ氷結あれこれは絡んだな。これは絡んだ。おひマジかよ危ね39
前方ね、どっだよし、開催してるね。あ、見ない。やっぱりね、怖すぎだよ。え、氷。よし。40だからタニアかな、タニアかな。フェイスト。
つい使ってるよ。いい人。ちょっとトイレ行って持ってやるんだおい道中の雑魚覚えてないんで、もう見て思い出す やばいやつ。正面にて。よし。さて、もう一回。
またちと43。スターハウス。ああ、こいつ出るってことは、グーグーも出るってことっすよね。ついさっきかな。やべえ、ひ。あぶねえ。あぶねえ。食らいました。いや、あいつ正面にいねえとダメだ。
開けろ。いい。
根据吧。来たね。これ早く倒せってやつ。EPS チェック。はい、これ。よし、47。めっちゃいいっすね。
よし。いや、あれですね。前方範囲やってくるよね、確か。どっちか人間だろう。自己強化。うわ、来てる来てる。いや、これすぐ倒せないと。よし。に。いや、ちょっと、あ、使ったな。さすがに使った。
ナイトデナリーズ。まあ、とりあえず3つ揃った。このプリン絶好じゃなさそうっす。はい。はい、と、DPS チェック。いや、あれ余計な大変そうっす。ライト。ナイス。
お疲れした。ちょうど天文が埋まった。地理的な情報です。天文がちょうど埋まった。よし。さて、次回はちゃんと復習しといた方が良さそうですね。まあ、ちょっとモグに関しては。多分やばいのばっかで。まあ、時間的にちょうどいいんじゃないですか。おつでした。よし、まあもう配信を切っちゃおうか今日は。とりあえず入れ替わったんで、切ってもあと適当に何かやって終わりましょう。それではご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。